イドルとプロレス。今夜 AKB ビンゴで強力タッグを結成。 AKB48 初めてのプロレス観戦、果たして。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。正直将棋、それは互いに際どい質問を打ち込み、高性能の嘘発見器によって相手の嘘を暴く恐怖の心理ゲームである。正直将棋ファンの皆さん、こんばんは。司会の佐田正樹でございます。よろしくお願いします。さあ、そして本日の解説委員はこちらの2人でございます。まずはですね、三度の飯より嘘が、大好き大嘘清人さん、よろしくお願いします。今回は先週の再放送をお送りします。いや違います。さあ、そして AKB 代表の小島春菜さんです。お願いします。いつもはそっちの方だったんですけど、もうここすごい楽しいですよ。先手、正直者オーラを放つ清純派アイドル渡辺真由。後手、鹿児島が生んだお嬢様系アイドル柏木由紀。さあ、小島、この2人さんいかがでしょうか。そうですね、チーム B でもすごく仲が良くて、なんか真由がすごい柏木ちゃんを好きなイメージがあるので。あ、そうなんや。楽しみです。まずはそんな仲良し2人が考えた質問をチェック。柏木由紀への質問で、4番ですね。これはね、今後どうしていったらいいか、ちょっと小島は何かありますか。私は眉への質問の1番、なるほど。やっぱり自分らが気になると。そうですね、2人は。まずは先手、渡辺から参りましょう。はい。大の仲良しに放つ第一手は。さあ、何番だ。8番ですよね。8番。小島とか知っとんの、こういうこと。いや、あんまり知らないですけど、結構ふわふわしたイメージなんですけど、本当はこうなんですかね。さあ、それではお願いします。正直お嬢様キャラと言われているが、部屋が地味だ。いいえ。耐えましたね、一本ならず。耐えました。何地味って。いや、行ったことあんの。全然ないんですよ。ないんや。はい、空想上の。空想上で。渡辺のその空想ではどんな部屋なの。すごいなんか暗い緑色のものが深緑。なかなか部屋が深緑。それもなんか完全にカビをイメージしてるよね。仲いいの本当は。仲いい、仲いいよね。やめて。じゃあ続いて、じゃあ後手、柏木行きましょう。はい、ちょっと今続く柏木、親友だからこそ知っているこの一手。おお、4番。なんか今言われたことに対抗して、はい、してそれではお願いします。正直ネクラだ。いいえ。耐えた、一本ならず。耐えましたね。ネクラでしょ。ネクラです。ほら、ネクラですよ。やっぱそうなんだ。どういうことですかね、今の針の動きっていうのは。いや、それほど気にしてませんよ。あ、ネクラだけど、開き直ってる。開き直ってる。そうです。さあ、続いてじゃあ先手、渡辺行きましょうか。はい、よし、もう決めたり。決めたり。はい、はい。さあ、一番ですね。1番。さあ、これはね、ちょっと仕事につながりますよ。それでは渡辺お願いします。お天気お姉さんをやっているが、正直天気には興味がない。いいえ。とこついたね、渡辺。はい、もう大体わかりました。興味なさそうだな。渡辺、見たことあるの、その柏木がやりようの。はい、見たんですよ。どういう目で見ようの、柏木がそのお天気をやりようとき。ほんとなんか台本読んでるだけ。それが見えたらダメよ。嘘。そんな、だってメールで今日のゆきりんのお天気すごい良かったよってメールくれるでしょ。そう、あの、どう台本の読み方で。そっちの。そんなことないですよ。興味はあります。
あ、明日どうなんじゃ。明日、うん、はい、興味ない、はい、興味ない、怖いよ。続いて後手柏木いきましょうか。はい、はい、普段からリアクションが大きい柏木、自分を犠牲にしたこの一手。さあ何番ですか。2番。おこのタイミングしかないと思う。なるほど、分かった、はい、それではお願いします。正直柏木由紀のリアクションはうざい。いいえ。おすごいな、この2人。いや全然本当思ってない。すごいリアクション頑張ってるなって。頑張ってるリアクション頑張ってるな。聞かなきゃよかった、本当聞かなきゃ、どうしよう。そうだからもうそういう夢の柏木の、え、うさ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 うざいと思ってる。何こいつみたいな。鼻の中ではよ、リアクションが大きくていいねってこの前言われたんですよ。だからわざわざメールしてくるときは思ってないことを送ってるんだ。え、じゃあちょっとちゃんとその時思ったことを送ってるよ、ちゃんと。絶対違う、もう。はい、次行きましょう。さあ、じゃあ続いて、先手渡辺行きましょう。はい、はい、選抜総選挙でも第9位にランクインした柏木にこの一手。強い。おお、6番。そういう不祥はある、これ小島。いや、ユキリンはこういうこと思わないんじゃないかなって、うん、うん、さあ、それではお願いします。正直 AKB48 は柏木由紀の時代が来ていると思う。いいえ。なんかこの風来たなみたいなあるんじゃないですか。本当思ってないよ。思ってないで結果出てるんだよ。嘘つかないで嘘つかないんだよ。さあ、ということで柏木大手がかかりました。じゃあ続いて後手、柏木いきましょう。ああ、どうしよう。誰もが羨む美少女渡辺に対しこの一手。8番。ちょっと聞きたいと思います。それではお願いします。正直自分の顔が大好きだ。いいえ。一本。さあ、柏木、これどういうこと、うん、これは写真の時も自分の決め顔があるんですよ、眉毛には。あ、眉毛の決め顔、そうそうそう、うん、どういう顔するの、眉毛写真撮る時。なんか、はい、口がこう固定してあって、うん、撮る時にってやるんです。何それ、何それ、これ見たことある、見たことある、ちょっと本人ちょっとあちらの4人歌って恥ずかしい。我に返った。もうしようやろ。ということで渡辺にも大手がかかりました、うん、さあ続いてじゃあ先手渡辺、はい、さあ何番がいいやろうね。何番ですかね。あ、私これ目撃したことありますよ。え、9番なになに。さあ、これどうしましょう。これ一旦聞きたいんじゃないの渡辺。これじゃあ、はい、9番。さあ、それではお願いします。実は渡辺真由からのメールに面倒くさくて返事をしなかったことがある。いいえ。あるよね、あるよね。私昨日の帰りの車で、うん、柏木ちゃんが、うん、真由からのメールどう返していいか分かんないんだよねって喋ってるのを私、うん、車の前の席で聞いてます。もうさ、今後付き合いやめよ。合わんとも今が。さあ、ということで、この勝負は、渡辺真由の勝利です。なんか今後この2人に密着していきたいですね。そうだね。それは先週の放送での出来事。中継の方に、つないでいきたいと思います。どうぞ。小林健太です。なんと小橋の小話を熱く語るほどのプロレスラー小橋ファン倉持にご本人からメッセージが。しかもぜひ今度、試合を見に来てください。ご紹介します。ご本人から直々に試合への
ました。AKB メンバーがやってきたのはプロレスリングノアの興行が行われる JCB ホール。ところがマスクまだ着てないんだよ。どこ？来ないね。感じの？とそこへ。お待たせ。何？二人とも何ですかその格好？逆に今日何しに来たんですか？試合を観戦しに。応援？違います。え？選手として戦いに来たんですえ、見てんじゃなくて一緒に一緒に戦う。そうハイテンションのクラボッチ、実はプロレス観戦は初めて。改めて小橋選手の魅力を聞いてみる。たくさんあるんですけど、私が一番好きな小橋選手の魅力、うんうん、逆水平チョップっていうのがあるんですけど、こうやってやった時のここ、こっちじゃなくてこっち選手の握り拳です。このグーのここの形が大好きなの私。愛も変わらぬ小橋愛。そして3人はいざ会場へ。まずはせっかくご招待していただいたのでご挨拶に。緊張する。待って、アスカの緊張が最後にも伝わってくるじゃん。どうもそうなんだけど、手震えてんじゃん。ガチガチなんですけど。さっきまでのテンションはどこへやら。小橋選手のいる控え室に近づくにつれ緊張が高まる倉持。そしてそこで早速。すいません、小橋選手、AKB48 の秋元才加です。はじめまして。どうも、はじめまして。先日あの VTR を倉持あすかにいただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。あすか、かっこいい。憧れの小橋選手を前に倉持頭が真っ白。せっかくのチャンスに何も言葉が出てこない倉持を見かねて葛西が突然。アスカは本当に小橋選手が大好きなんですね、はい、だからぜひ小橋選手が試合で勝ったら、はい、こうアスカに向けて一瞬でもいいんでガッツポーズとかしてもらえないかなって。葛西友情の無茶ぶり。果たして。僕ね、いつもね試合中はもう全然そういうこと忘れてるんですよ、はい、気づいていただけるめっちゃ大きい声出します。はい約束はしてもらえなかったもののこれは期待できるかも。ここで小橋選手とは一度お別れ。初めての生小橋に倉持は。やばいですね、めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。うちょーって。そしていよいよ3人は試合会場へ。小橋選手の試合4試合目が近づく。次いよいよ小橋選手試合。すごい緊張してんだけどすごい楽しみ。さっき試合前に。そしてついに GHC 崇高なる戦いの中に身を捧げた男たちが第4試合がスタート。テーマソングとともにファンから小橋コールが巻き起こる。まずは斉藤明人。すると水平で幕を開けるのか。幕を開けた。ものすごい小橋秋元さん、これおお、葛西さん、おお、びっくりした。これ何座ってるんですか。立ってください。立ちます。試合は徐々にヒートアップ、激しさを増していく。すると あまりの激しさに試合をまともに見られない葛西。やはりプロレスは普通の女の子には刺激が強すぎるのかと思ったら、
徐々に熱を帯びる3人の応援。この思いは小橋選手に届くのか、そしてガッツポーズを見せてくれるのか。ここから落ちる落ちる、ダブルインパクト、危険すぎる、小橋選手組無念の敗退。勝利のガッツポーズはお預けとなった。しかしその時、なんと小橋選手がガッツポーズをしてくれた。それは倉持だけではなく全てのお客さんへ向けてのものだったのかもしれない。しかし倉持にとっては何よりのプレゼントに、そしてこの人にとっても。どこだ、死んだとこだ。お疲れ様です。今日本当に素晴らしい試合を見させていただいてありがとうございます。ありがとうございました。もっとプロレスが好きになりました。本当ですか、はい、ありがとうございました。汗拭いてください。え、本当ですか。どうぞ。汗を拭いて、汗にまたください。試合後にもかかわらず心よい対応を見せてくれるジェントルマンな小橋選手。ところで倉持にはどうしても叶えたい願いが。それは今度小橋選手に逆水平したいです。そう、小橋選手の得意技逆水平チョップを小橋選手自身に打ちたい。そこで最後に願い事、逆水平を一回してもいいですか。あ、してよ、してよ、もういいよ。いいですか。はい、いいですか。いいよ、いきます。はい。やっていいよ。いいですか。連続で、連続で、いいですか。いいよ、行くぞ。素晴らしい。こうして倉持明日香人生最高の一日は終了。小橋選手ありがとうございました。これからも小橋の小話を見守ってください。フレーズミュージアム、それは聞く者を恍惚とさせる言葉だけを集めた美術館。さて今宵は、今回のテーマは屋上で一緒にお弁当を食べている時に言われてドキッとする一言。まずはペンネームヘアとワイシャツとアツコさんの作品。前田アツコと屋上で一緒にお弁当を食べている時に言われてドキッとする一言。なんか付き合ってるって勘違いされちゃうかもね。おーい、どういうことそれ。え、ちょっと気があるってこと。え、惑わせる一言です。続いてペンネームピピンアットマークさんの作品。篠田麻里子と屋上で一緒にお弁当を食べている時に言われてドキッとする一言。はい、初めて作ってみたんだけどまずいとか言ったらマジ殺す。麻里子流照れ隠し。今回私が採用する作品は、こちら。いや、どっちとも取れる発言っていうのは夢があります。ありがとうございました。そして没作品は封印です。あ、マリコスタイル。すいません。いや、よかったんですよ全然。え、また。好きかも。勘弁してくれんかね。今回の新作も含めたメンバーの胸キュンフレーズは引き続き番組ホームページで好評配信中。どうぞご堪能あれ。この後待望の新曲 PV をがっつり初披露。
宮沢さんへファースト写真集彼女発売決定。この写真集は普段皆さんが見ているサエから今まで見せたことのないサエがぎっしりと詰まったそんな一冊になってると思います。また特典も盛りだくさんなので皆さん楽しみにしててください。さあお待たせしました、ネコチョク先行配信でも大好評の AKB48 ニューシングル言い訳 Maybe、 今夜はそのプロモーションビデオをたっぷりお見せしちゃいます。イラッとします。ですよね。ふざけんなよお前。メールオブス発